クロヘリアメフラシアプレジアパルラはアメフラシ類の一種。小型の種で体の各部に黒い縁取りがある。背面アメフラシ類では小型の種であり、体長は6センチメートル程度である。外頭葉は体に比して大きく、外頭光は卵円形で大きく開く。貝殻も外頭葉同様に比較的大きく、背面側に強く湾曲している。 左右両側の側足場は、後端でつながる。エラした線は、多数の小さな開口を持っている。体色は全体に焦げ茶色で、口触手、頭触手、触角、側足場、水管、側部などの円沿いには、赤と黒の二重の体上斑紋が出て、また外頭用の円沿いも黒くなっている。ただし、体色には変異もあり、縁取りが青みを帯びる個体や、 反問のない個体も見られる。産卵期は3から7月で、卵界は小さく、それを構成する。卵紐も細く、色は普通はピンク色を帯、時に黄色いものがある。海藻の間に住んでいる。刺激を受けると紫色の液を出す。模色性である。本種は種として構想を餌としており、飼育下では細葉並みの花ポルテギア法ンマニアの存在下で、 他の藻類よりよく成長変態したとの報告がある。またその餌に含まれる藻類の二次生成物を体内に蓄積することが知られており、これはこの種にとって外敵からの捕食に対して科学的防御の役割を担っている。世界の熱帯から温帯域に分布し、日本では北海道から沖縄にかけての浅い海で普通に見られる。ありがとうございます。